ゲームが台無しだ。大谷翔平、2試合連続の複数回敬遠は9年ぶりの珍事。強打者の調子も不満の声が殺到。すごいけど嬉しくない。相手チームから勝負を避けられた二刀流スターが9年ぶりの記録を達成している。ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平が現地7月30日敵地でのトロントブルージェイズ戦に2番指名打者で先発出場。5回の打席で1安打1得点と結果を残し 3-1 の勝利に貢献したものの、前日に続き2度の申告敬遠で歩かされ、後期の場面では徹底的に勝負を避けられる形となった。この敬遠四球に反応したのが米データ分析会社の CODIFY-PASEBALL 公式 SNS で、4回に死二塁の場面での敬遠には大谷翔平は今シーズンここまで2試合で3度の申告敬遠を与えられた初めての選手となったと投稿。さらに9回にも1死1塁から相手投手の暴投で1死2塁とチャンスが広がり、やはり申告敬遠で歩かされると、大谷翔平は2014年以来2試合連続で複数回にわたり意図的な四球を与えられた初めての選手となった、出来事であることを投稿で伝えている。この珍事にファンからは不満の声が殺到した。すごいことだけど嬉しくないというか、普通に打ってるとこみたいわ。すごい選手と認められた証、嬉しくないけどなんてゲームなんだ。ブルージェイズ申告敬遠を禁止しろ、ゲームが台無しだなどとコメントが多数寄せられている。カード初戦には大谷が初回に39号先制ソロアーチを放った際、部分内野手のマットチャップマンがシュナイダー監督へ、なぜ勝負したんだと感情をあらわにして詰め寄るシーンが取り沙汰された。すると翌日からはエンジェルスの後期の場面で大谷はことごとく勝負を避けられる展開に。敬遠は強打者の証とはいえ、何度も歩かされるシーンを見るのはファンにとっては苦痛だろう。